近くにお化け屋敷があるから行ってみようって。お化け屋敷？あの家でまた人が死にました。僕、名前はなんて言うの？トシオ。亭主の佐伯武雄が妻のかや子を自宅で殺害。この男の子、5年前に行方不明になったまま見つかっていないんです。泉が写ってる写真が1枚もないんだって。どうなってんの？徳永夫妻の前にもあの家に住んでいた家族や関係者が死んだり失踪したりする。3人がね、覗くの。何度も何度もね、言ったんですよ。あの2階の、あの子誰なんですか？何があったんですか？